はい、皆さんこんにちは、流星です。今日は芸能界についてちょっと話をねしていきたいと思いますね。で、まあメディアとか芸能界ですね、日本の芸能界ってレベル低いですよね。なんで低いかっていうこともちょっと話をしていきたいと思うんですけど、でジャニー喜多川氏のレイプ事件がやっと明るみになりましたよね。であれは我々の界隈ではもう40年ぐらい以上前からね、まあ常識として知ってましたけどね。でまあ噂話というかね、なかなかテレビとか新聞とか報道しないし事件にならなかったでしょ。だからまあ噂話なのか、まあ本当だろうなとは思ってましたけど、まあやっと明るみになったなと。しかも彼が亡くなって何年か経ってからやっと明るみになったでしょ。でまあ近頃はいろんな宗教団体とかね、まあ不祥事とかがまあ明るみになる時代にはなってきたと思うんですけど、やっぱりそれが起きてから何年経つかが問題なわけで、ここに日本の芸能界とかメディアの闇があると思うんですよね。で芸能界っていうのはなんで闇が深いかっていうと、政治と司法とメディア産業につながってるからですよ。ここがポイントであって、日本の芸能界っていうのはやっぱりお金と権力で支配されてるわけですよね。まあ他の分野でも言えるんですけど、でやっぱり政治とかメディアとか新聞記事とかで一切載らなかったでしょ。これ40年以上前から噂になってましたよ。でこれ発覚してたはずなんですよね。でこれ隠蔽体質ですよね。隠蔽捏造体質があるわけですよ。まあ、海外も多少あるかもしれないですけど、日本ほどひどくないと思いますよ、私が見た中ではね。で日本の芸能界は、まあ、闇が深いっていうのはもちろん、まあ、ジャニーズみたいなそういう若い男の子が歌って踊るもの、まあ女子もありますよね。なんとか48とかね、いろんな団体がいるじゃないですか。でこのまあ例えばね、歌がめちゃくちゃうまいとかね、リズム感ダンスがむちゃくちゃうまくて、マイケル・ジャクソンのプロデューサーが来日してぜひ CD を出したいとかね、映画に出演してほしいとかね、そういう話があったらねすごいなと思いますよ。一切ないでしょ、そういうアイドルグループとか、ああいう人たちですよ、ああいう界隈の人たち、男子も女子もね、一切ないでしょ。だからそういうのがあればね、やっぱり芸能としてレベルは高いなって思うんですけど、まあお遊戯会レベルですよね。であとはそれを、まあ、需要と供給なんで、供給側だけが悪いんじゃなくて、需要側もまああまり良くないと思うんですよね。もちろん何をどういう音楽を聴こうが、どういう CD や DVD や音源を買おうが自由なんですよ。もちろん自由なんですけど、やっぱり目が肥えてないというか、やっぱりそういうものに踊らされて、まあメディアが一生懸命コマーシャルするので、それにまあ踊らされてる、まあ、若い男子や女子も悪いと思うんですよね、一部ね。まあもちろん自由は認めますけど、やっぱりレベルが低いと思うんですよね。だから需要側も供給側もレベルが低いと思うんですよね。だからアメリカとか、まあ欧米とかね、まあこれも全ていいとも言いませんけど、だから坂本九さんの上を向いて歩こうを超えられないんですよね。未だに50年以上超えられないんですよ。まあ坂本龍一さんのキーボードは受け入れられてる国もありますけどね。だから日本人でそういう人たちが出てこないのは、まあ頷けるっていうか、まあこういう事件が起きても隠蔽をしてるっていうことが一番の問題なんですよね。何が問題かって言ったら、こういうレイプ事件があからさまに明らかに起きているのに、周囲の関係者メディアが完全に隠蔽していたっていうことですよ。しかもこれが40年以上隠蔽してるはずなんですよね。もっと闇が深いと思うんですよ。これはもう被害者はかなり、もうほとんど全員って言っていいほど被害を被ってるんじゃないですか。あの社長に、まあ権威で、
権力でこれをやらなかったらクビにするよ、外すよっていう脅しでやったわけでしょ。で要はその結果売れてるってことは、売れてる人はほとんどレイプされてるんじゃないですか。これはまあ憶測ですけど、だから日本のメディアとか、まあ、政治産業全般ですね、利権を持っている団体ほどやばいしレベルが低いってことですよ。だからこれをこういう事件を隠蔽粉飾するっていうこと自体が日本の全体のレベルが低いっていうことなんですよ。だからまあ日本の芸能界、お笑いもそうだけど、まあお遊戯会の息を脱しないっていうのはそこにあって、まあたまにもちろんいますよ、有能な方もいますけど、レベルがやっぱり低いっていうのはそこにあると思うんですよね。でその団体にメディアを通じて翻弄されてる我々消費者もレベルを上げる必要があるんじゃないかなと思うんですよね。まあこれは一つのきっかけだから、まあもっといろんな闇がね、時間が経てば暴かれていくんですよね。何でもそうですよね。アメリカの軍事的な話でもね、あとケネディの暗殺とかでも、真相が、まあ、50年60年経ってやっと出てくるっていうパターンですよね。今行われてる日本の芸能界とか政界とか財界のスキャンダルも何十年か経ったら明るみになるんですよ。今は完全に隠蔽されてますから、ここに日本のメディア、政治、政界、財界の闇があると思うんですよね。これ全部つながってますからね。で、あと日本に限ってなんですけど、日本のアイドルの異常性をあと一つ挙げるとすれば、彼らは30代40代になってもアイドルの仕事をしてますよね。で海外ではこれやらないんですよ。気持ち悪いじゃないですか。20代までだったらまだわからなくはないけど、30代40代下手したら50代でもそういった番組がありますよね。テレビ番組がありますよね。で、まあ、アイドルとして振る舞っている、まあ、もちろん年齢的なものでそういう役を演じたりとか、まあ、ドラマとか映画とかね、そういったものはあるんですけど、まあ、限界がありますからね、見た目の限界がね。だけど彼らはアイドル業を40代でも50代でもやってますよね。でこれが普通のお茶の間で流れてますよね。これが異常なんですよ。この異常さをいい加減日本人は目を覚まして気づくべきだと思いますけどね。だから芸能界のレベル、エンターテインメントのレベルが上がらないのはここにあるんですよ。基本的にお遊戯会みたいなものでしょ、はっきり言って。でまあ若い人、若いから、子供だからワーキャー言ってって大人の人が言うかもしれないけど、まあ、海外のエンターテインメントと見比べたらもう一目瞭然だと思うんですけどね。ここに異常性があると思います。で需要と供給側どちらもレベルが低いと思います、はっきり言って。だからレベルを上げましょうよ、まあ、レベルが低すぎるんですよ。だからレベルを高くしなさいじゃなくて、レベルを普通のレベルに上げましょうよっていうことを言いたいんですよ。ボトムラインを上げましょうよっていうことを言いたかったんですよ。異常ですよこれ。40代50代のおじさんおばさんがアイドル業をやるっていう、まあ普通だったら、まあ事務所は辞めてる人がほとんどなのかな。まあ事務所を辞めてそういう利権とかお金に支配されずに自分で事務所を作って自分でやればいいじゃないですか。自分で音楽作ったりとか自分でプロデュースして本物の音楽とかエンターテインメントをね、自分で作ればいいじゃないですか。だからそういうことしないでしょう。やっぱり権力、利権に守られた、まあぬるま湯の中でね、やっぱり人間弱いっていうのはあるけどね、ぬるま湯の中でね、やっぱりそうやって商売をずっと一生続けるっていう人が結構いますよね。だからそういうことをするから全体のレベルも上がらないし、いかんせん供給も悪いんだけど、需要、消費者側ももっと本質を見抜く力をつけなきゃいけないと思うんですよね。
まあ難しいかもしれないですけどね、もはやね、50年も隠蔽してるこのシステム異常ですよ。異常だってみんな言いましょうよ。で、異常だって認識しなきゃいけない、はっきり言って。じゃないともう日本は、まあメディアだけじゃないですけどね、芸能界だけじゃないけど、まあ、日本は終わりますよ、このままずっとないがしろにしてたら。まあこの動画を見てくださってる方は分かってらっしゃると思うんですけど、やっぱりもっと日本人、まあ人口が多いんでね、だから日本人もなるべく多くの人が目覚めてほしいなとは思いますけどね。だから1億2000万人もいて、そういう世界的なスーパースターになる人ってあんまりいないんですよね。まあだからお遊戯会レベルだと思いますけどね。だから本物はまあ売れないんですよね。本物志向のミュージシャンやアーティストが売れないんですよ。いかにカラオケで歌いやすい楽曲を歌ってる人が売れるかなんですよね。誰でもが歌える。で、例えば歴史上の名曲ってあるでしょ、海外ので。これってカラオケで歌いやすい楽曲が必ずしも売れてるっていうわけでもないでしょ。結構難しい曲でも大ヒットしたりしますよね。だけど日本はカラオケで歌いやすい、一定のリズム、一定の楽曲、歌いやすい歌詞楽曲になってるんですよね。これもまあ検閲されてはいるんですけど、だからそういうもう需要側供給側のレベルも問題があると思うんですよね。で、それがまあ実際売れるから供給側はそういうものをどんどん作っていくわけですよね。まあ本物は売れないっていう、売りにくいっていうところがあるとは思うんですよね。で、そういう実験、まあもちろん枕営業とかね、そういうのもあると思うんですけど、まあ事件が発覚したらそれを伝えなきゃいけないんですけど、それを封じているっていう、やっぱり日本の政界、財界、産業、メディア、芸能界は闇は深いと思いますね。最近はテレビたまにまあチェックはしますけどね。だからこの事件が起きても未だに続行してるでしょう、あの事務所は。だからやっぱり異常だってことを認識すべきだと思いますよ、日本人は。ということで一旦終わりますね。ありがとうございました。バイバイ。